お疲れ様です。本当にね、疲れましたよいや何時間ぐらい撮ってみた？いやもう合計ね、9時前ぐらいに行ったよね、夜の、うん、夜の、うん、で、帰ったのが13時半、だいたい16時間半ぐらいいました。やばしんどいでしょ。やばいね、しんどかったんだと思うよなんか楽しかったこととかなかったの？楽しかったこと？楽しかったことか。いやでも楽しかったことはなんか友達と関われた。そうね。そうだね。確かに。インスタのストーリーさすがにあげるじゃん。だってせいことなするんだったらさ、暇だから。うん。そしたらなんかはるばる来てくれるやつとか、久しぶりに会うやつとか。そうだね。来ないにしろ DM くれるやつとかいて。もう一回やろうかな。あったかすぎる。あったかすぎて。でも多分もう一回やっても誰も来ないと思う。確かに2回目来なそう。そっか、じゃあいい部分もあったんだね。まあ、まあ、ポジティブに捉えるならいい部分。そう。いや、この企画の発案者がね、レイなんだけど、どうだったその。いや、でも辛そうだった。あすごく。でも、なんか、まだ30分しか経ってないとかなかった。あ、もう1時間半みたいな。感じだった。ずっとスマホこう立ってさ、こうやってネットフリックスこうやって見て、充実してね。ちょっとドッキリはどうだった？めっちゃうざいぞ。うざいよ。ちなみにそりゃ確かにな。ちゃんと練り上げんなお前ら。よかったよね。うん、なんでお前らマスカットこのやつ来んの？そう。関わったことあるやつ来いよ。それな。夜11時半ぐらいに、ね、乾きやがって。俺逆断されたい願望あんの。あ、うん、言って結構言ってるじゃん。そうね、逆断されてみたいって言ってしまえば俺の夢を叶えてあげた。叶えてあげた。いやもう違う。いや悪いぞ本当に。いやもうなんだろうな、なんだろう、なんかね、言うなればその童貞卒業したのが AI みたいなもんよ。うわーきつ。もうほぼ本物、もう肉体も本物だし、普通にもう本物と変わんないんだけど、した後にそれ AI だよみたいな、うん、そう一緒。うわきつい。きついっす。それきついね。普通にきつい。それと一緒だからだってあーやばいな、あの瞬間ちょっとマジで消したいもんね俺の人生から。公開されるから、ね、もうされてるか、この動画上がるから、ね、そうだね、されてる。あの時にね、モッチがめっちゃ喜んでやつ。いやね、大喜びしたんだよ。いやこいつこいつね、普段俺にいじられ倒してるから、こういう時に仕返してやろうって。楽しいよね。めっちゃノリノリだったな。気持ちが。めっちゃ正直あるでしょ。いつも土地を逆転してやったみたいな気持ちあるでしょ。いやね、普段ね、そういうの見れない人のってやっぱおもろいよね、結局。普段こういうタイプだもん。そうそうそう。だからおもろいよね、結局そういうのは、ね。めちゃめちゃ俺らもドキドキしたもん。そう、ドキドキするし、やっぱ。そう。クソおもれえもんね。おもろいよ、マジで。ちゃんと動画を回すって言って行ったからすごいなって思った。そこはね。動画止めて、あ、2時間くらいならいいわ、まずいだろ。まずい。ガチのやつ。抱こうとしてるんや。そう、確かに。本当にね、お前らわかんないと思うけどね。うん、あれからまあ、今2日経ったけど。そうだね。怖いもん、女。もう全部裏にお前らがいいんじゃないかって思ってしまう。植え付けられてるよ。マジで植え付けられてる。本当に怖いよ。土手生活の感想なのにさ、ドッキリの感想になっちゃった。確かに。まあそれも込みで。あ、じゃあサポートアイテム何が一番嬉しかったのかなと。あー、サポートアイテム？簡易お風呂キット。そうです。それね、世界で一番いらなかったのがね、ライトセーバーです。確かに。結局ドライバー持っていかなかった。そうなんだよ、忘れちゃったんだよ。壮絶な体験して、怖い思いとか、うん、まあでもなんかね、1時半ぐらいからね、謎の音楽を流したね、アルミ缶返しおじさんが来てね、ちょっと怖かった。怖いそれ怖っ。ちょっと怖かった。曲もなんかね、怖いんだよ、なんか国讃える系のね。うわー、怖い。で、右の方でペキッメシメシみたいな、まあ、缶を潰す音が2時間ぐらい聞こえるっていう、こういうのがあったよ。それぐらいな、でも怖かった経験。道行く人がね、横目で見てくるのが分かる。やっぱそうだ、それきついよね。普通に人いるもんね、あそこ。
なんで外に生活してんのにネットフリックス見てんだろうと思われた。確かに確かに。まあそんなところですかね、体験談。おお、濃いようで薄いんだよねこの生活。そうなんだ。結局雨止むまでただ待つだけみたいなとこあるから。確かに確かに。次ちょっとなんか俺が思いつきたいな。そうだね。なんかないかな。まああれだよね、本来の企画であってさ、雨が降るまでってやつもやりたいよね。あ、そうだね。夜探索しやすいってのもあるし、やりたい。でも寒気にやりたいよね、寒気に。寒気あんじゃん。全然帰れない。知り合いに会うまで帰れないディズニーとかね。あー、いいね。アポありなの？アポはあり。アポなしでしょ。いや、アポはやんないとマジで多分無理だよ。いやでもアポ取ったら帰れちゃうって。まあ確かに。そうか、来るやついるもんな。じゃあアポなしだな。探すみたいな。探して、今 2時間前にここにいるから。え、めっちゃいいと思うんだけど。高いんだよね。高い。3日出したら1年合わないもん。小学校の時代のさ、同級生とかに出会って、田中くんだよねっつって、うん、あ、誰。終わり。うわ、知り合いだもんね。帰れない。そう、知り合いか。知ってる人ってちょっと。うわ、俺やばいな、そうなったら。おい、田中。まあ期限は決めよう、さすがに。そうだね、5日間とか、うん、5日だけ4万ですね。野宿してディズニーってきついか。やばいね。まあ、帰ってもいいか。じゃあまあ帰ってもいいけど、絶対始発で行かなきゃいけないっていう縛りですよ。それならいいと思う。始発行き、終電帰り。終電じゃなくてもいいんじゃない。あ、まあ、終電でもいいか。その、まあ、最悪もギリギリまで駅まで待ってこうやって、待ってみたいな。きつい。カメラ回して。きつすぎる。あ、あれあれ、あ、違う。まあ違う、まあじゃないっす。終電入りまーす。次の日の朝4時ぐらいに起きて準備していく。きついよ。3日でもいいな、別に。長すぎても動画的に慣れたから。ちょうどいいのか。これ次回あるな。うん、あるぞ次回。知り合いに会えるまでディズニーから帰れません。ある。あります。うわ、人脈増やそう、今のうちから。そうだね、どうやって、ね、ディズニー好きの友達と仲になってくる。確かに。まあね、こんな感じでちょっとね、帰れませんシリーズやっていこうかなって思ってるんでね。はい、ぜひ拡散してください。よろしくお願いします。頑張りましょう。ファミリー。ダメだろ、これ。